眼科医の平松です。今日はヘルペス性全部ブドウ膜炎、またすごく似ているポスナーシロスマン症候群との関連とか、それについてお話しようと思います。ヘルペス性のブドウ膜炎というのは、一応ブドウ膜炎という目の炎症の病気の中の感染性ブドウ膜炎、いわゆるこうヘルペスウイルスという感染によるブドウ膜炎なんですね。ただ感染というと、まさに何かを浴びて、あ、ヘルペスになっちゃったってなってブドウ膜炎になるイメージですよね。でもヘルペス性の場合は、ヘルペスって、どっかで感染はしてるんですよ、一回。で、それが一回落ち着いて、どっかにすくっているんですよ。で、体調が悪いとか、ちょっとした時にふわっと出てきて炎症になってくる。で、特に両目なるっていうよりは片目なる人の方が多いんですよね。で、ブドウ膜炎の中でも、ブワーッとひどくなるっていうよりは、ある程度で炎症が出てくるぐらいな感じが多いですね。で、治ってはまた出てっていう感じになります。なかなか診断としては一番ベストな方法は、目に針を刺して中の全房水って言ってお水を取ってきてヘルペスウイルスがを調べる、これが一番いい方法です。なんですけど、やっぱなかなかね、針まで刺して検査するの難しいじゃないですか。だからヘルペスは疑ってるんだけれども、ヘルペスとは決めきれないよねっていうことが、現実的にはよくある感じですね。大学病院まで行くような患者さんであれば、ちゃんと調べることが一般的に多いかなっていうふうに思いますけどってことです。で、どういう治療をするかっていうと、抗ウイルス薬、ヘルペスウイルスのお薬を使ったり、また炎症がね、それだけだと治まらない場合はやっぱステロイド、炎症止めのお薬とかを使ったりっていうのが一般的な治療になります。で、似たようなのでポスナーシロスマン症候群って言って、これはヘルペスウイルスではないんだけど、ポンと炎症が出てきて眼圧が上がるって病気もあるんですよ。で、これはね、見た目だけだと分かりにくいんですね。本当はやっぱり全房水って言ってお水を取ってチェックするといいかなと思います。つまりなんとなくちょっとだけ固めに定期的に出て炎症が出るものとしてヘルペスウイルス、単純ヘルペスウイルスと水痘帯状ヘルペスウイルスと、あとはサイトメガロウイルスとかっていうパターンがいろいろあるんですけど、特に最近サイトメガロウイルスっていうのが注目はされてる感じですね。で、一応全房って言って目の中に抗ウイルス薬を入れるっていう考え方もあります。ただ一応これ保険適用でもないから、いいかどうか 100% ちょっと何とも言えないね。そういう方法もありますっていうことは、ちょっとヘルペスウイルスの感染症の方の場合はちょっと知っていただけるといいかなっていうふうに思います。こんな感じでいろいろ紹介していきます。今日の動画がいいなって思う場合は高評価ボタン、またもうちょっとここ知りたいって場合はコメント欄に書いてくださればと思います。よろしくお願いします。